マリーアンネ・アマーリエフォン、ヘッセン・ホンブルクは、ドイツのヘッセン・ホンブルク疱白家の皇女で、プロイセン王子、ビルヘルムの妻、マリアンネ王女の通称で呼ばれた。ヘッセン・ホンブルク疱白フリードリヒ五世と、その妻で、ヘッセン・ダルムシュタット疱白ルートビヒ九世の娘で、あるカロリーネの間の、第十二子、六女として生まれた。母方の祖母は、 大宝白夫人と呼ばれたヘンリエッテ・カロリーネである。1804年に、プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム3世の魔帝、ビルヘルム王子と結婚した。マリアンネは、大仏大同盟戦争期のベルリン宮廷においては、義手の王妃ルイーゼと共に、ハン・ナポレオンを標榜する、主戦派の中心人物だった。マリアンネは1813年3月、 プロイセン国家の女性たちに対する呼びかけと題した宣言を行い、祖国を守る女性連盟を創設するなどして、その名前はベルリン宮廷の外でも知られるようになった。王女は改革派政治家のハインリヒ・フリードリヒ・ホンシュタイン、カール・アウグスト・フォン・ハルデン・ベルク、ビルヘルム・フォン・フンボルトとその弟・アレクサンダー・フォン・フンボルトらと文通していたことでも知られる。また、 作家のフリードリヒ風家とも親しく、ルイゼオー・ヒナキアとは、ベルリン宮廷のファーストレディ役を務めることになった。社会改革にも熱心で、ベルリンに共生施設や、養護施設を作らせている。ありがとうございます。